回戦の最後の試合、先攻はレッコということで、後攻は呂布カルマです。レッコと呂布カルマ、 KOK のチャンピオン同士の2回戦、ゼップ名古屋へようこそでございます。さあ行きましょう、お聞かせください。いろんなビートがかかります。 DJ あなたけ Be Yourself、yeah. お客さん、 KOK のチャンピオン同士の対決、始めてもよろしいでしょうか。先攻レッコ、後攻呂布カルマ、8小節3本、先攻レッコ、Ready、yeah. Fine。 もうあんたとは突破だった境界線、俺はマイクでしっかり超えてきた問題点、初めて正体不明のショータイムへ、ダメ取ったらあかんて東海で、後悔ねえよりやってやるよ、俺も岐阜、もともとは地方の狂犬、だけどあんたも取ったね日本の頂点、だけど俺の前ではあんたも素人同然。よよよ、何の恨みもねけどストーリーがねわけじゃねえ、ここに上がったたった二人でやり合うならバチバチで、遠慮はねなぜかって勝ち続けてる俺が、なんかお前の前ではいつもぶん倒れてるような気がするわ、今日は俺がリベンジャーの気持ちで行くからよ、俺の前に首差し出せやレッコ。リベンジャーって言ってる割には全然差してこないね、そんなことばっかであんたが遠慮ないぜとか言ってるけど免許改善、レッコ快晴の空の下で殺してやる相手、いえ体勢がどんなやつでも関係ねえ、軟弱なやつだって盤石体勢で頑張って改善してやるのがレッコのやり方、呂布カルマさんもうちょっといいの返せ。いいよいいよいいよ、8小節3本で最後、死んでんと思ってねえのにぶっ倒れてんのが俺のやり方、その場で倒すなんて下品なことはやんねえから、よく見てなこの先の展開、やたら早くして陰踏んじゃいるが、聞いたことあるようなインパクト並べてんな、お前ストックどんだけ並べてもつまんねえよ、それはガキにしか相手に通用しねえのよ、あんたに食らわず陰の連発、あんたに指導伝達してやる、ビジョンは明確だぜ、性格の中で音源にも精達の男だ、ステータスが上がってるあんたよりも俺は高いポテンシャル、つまり計画通り聖なる領域に入ってる、常識を覆してくるタイプライフスタイル、だけどあんたを整ったライフも俺の目の前ではだいぶ不細工だな。よよよ、子供騙しはやめな、たったあいうえおの母音を並べるだけだろ、3文字4文字の音をいくら並べたところで大人の心は震えねえってことだよ、ポテンシャルとか才能っていうのは韻を踏むとかフローとかどうこうじゃねえ、生き方、今日は確かにオールスターだけどスーパースターは俺だけだろうわ。さあさあいいのです、勝ち負け決めたいと思います、いきましょう、先攻レッコの勝ちだと思うやつ、後攻呂布カルマの勝ちだと思うやつ、後攻呂布カルマの勝ちです、レッコに大きな拍手を。レッコー、いや最後のバースで完全返されました、本当に乾杯です。でも、この光景が見えて本当に最高です、来てくれた皆様ありがとうございました、くじ演歌祭最後まで楽しんでみてください、ピース。レッコに引き金のタオルみんな見せてあげてくださいよ、マジでレッコ見てけ見てけ、めちゃめちゃ応援してくれてるやつがいっぱいいるよ、ビカピヨッサー、レッコにもう一度大きな拍手を。